若葉区は千葉県千葉市を構成する行政区の一つ。縄文時代の大規模住居地区と自然環境が残る地区。市内最大の面積を有する。千葉市都市計画マスタープランによると、津賀駅周辺を重要地域拠点、線上、大駅周辺を地域拠点としている。区の市街地は津賀駅を中心に形成されていて、区役所などの諸施設が集中している。 区域は東西に大きく広がっている。西へ行くほど市街化が進み、線状大小倉大三つ葉台などの住宅ランチが並ぶニュータウンを形成している。開発当時は公共交通機関がバスしかなく、通勤通学に時間がかかっていたが、千葉都市モノレールの開業により、線状大駅、小倉大駅、三つ葉台駅が完成し改善された。東部は、 田園地帯が広がっており、千葉市による泉グリーンビレッジ構想地域となっている。千葉市の北東部に位置し、区の南部音川が東西に流れ、西部には鹿島川が南北に流れている。両河川及びその支流に沿って多日が広がり、主に水田として利用されている。また、その周辺の大地は住宅団地、二十歳、牧場などとして利用されている。気候は 区全体が内陸に位置するため、冬は比較的気温が低く、連日氷点下の気温となるなど中央区の観測所とは気温が大きく異なる。夏は観測所周辺よりもヒートアイランドの影響が低いため、日中は暑くなるが、夜間は熱帯夜となることが少なく、朝晩は過ごしやすい。千葉市のうち、旧千葉郡津賀村の東半分、津村、千畳村、 泉町の区域からなる。戦後、津賀駅を中心に発展した地域に、東金街道沿いの旧泉町を編入したような形であり、両地域の生活圏は異なる。区名は、区の発足前から設置されていた、若葉総合支所の名に公募での指示が集まったことにより、決定したが、もともと区内に若葉という地名はなく、総合支所の設置自体が、 区役所への移行を前提にしたものであったため、事実上司による命名に近い形となった。若葉区では一部の地域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。千葉刑務所本館級ラパーク戦場大本社本店を置く企業大型商業施設等区の集配を担当する若葉郵便局は中央区にある。三つは大総合病院千葉市は 一市で一つの二次医療圏を構成する。三次医療圏は、千葉県医療圏。医療提供施設は特筆性の高いもののみを、記載する。東京情報大学、植草学園大学大学短期、大学高等学校中学校、小学校特別支援学校津賀駅線上、大駅東日本旅客鉄道千葉都市モノレール高速、バス、京葉道路の路パーキングエリア有料道路、 一般国道主要地報道一般県道級大須賀家住宅区内には豊富な自然を生かした公園が多く整備され市民の憩いの場となっている。千葉市動物公園千葉市千葉市都市計画マスタープラン千葉市2019年2月7日閲覧千葉市泉グリーンビレッジ構想千葉市2019年7月5日閲覧千葉県 千葉県保健医療計画。千葉県。2019年6月14日閲覧。千葉市。若葉区民祭り。千葉市。2019年7月5日閲覧。千葉市。花作り教室。千葉市。2019年7月5日閲覧。ありがとうございます。